警視総監を撃つ。絶対的な正義がこの世にあるなんて思ってる？官房長！まさかこんなことになろうとは。非合法兵器？生物兵器らしいよ。ここだけ人が立ち入った形跡がありません。何をしたんですか？はい、本番。本番行きます。わかりました。これは何で？じゃあ行きましょう。ロハアイボーが北九州にやってまいりました。びっくりしてます。自分でもこんなことやっちゃったよって感じです。僕らは他の自治体がやらないことをやらないと、撮影に来てもらえないので、僕らにしかできないことをやり続けてます。我々をお招きくださいましてありがとうございます。心より感謝しています。熱中症にならないように皆さん水を飲んで、元気に最後まで乗り切りたいと思います。よろしくお願いします。はい、相棒大好きです。もう感動です。うん、ようやく出番組エストラ頑張ります。市民の方々がこの映画撮影を楽しんでいただいて、北九州で暮らすことに満足してもらえるってことがもう僕らにとって最大のミッションですから、僕らは映画撮影を、お祭りって言ってるんですね。祭りって見るのも楽しいですけども、参加するともっと楽しいと思うんですね。で、こういうふうに祭りを受け入れてくださった町の方々っていうのはもうすでに祭りに参加してるんですよね。この祭りの終わりっていうのはこの映画が上映された時なんですけども、それまで彼らは祭りをずっと楽しんで、で、映画を見に行ってやっぱりこの祭りに参加してよかったと思ってもらえる、こういう祭りを北九州で毎日開催されていると、それは最高にハッピーな街なんじゃないかなと思って作られます。お映画楽しみです北九州市のために目立ってました。はい、ごめんなさい、頑張ってください。今日は頑張ります。頑張ってください。もう暑さなんて関係ないです。拍手をしましたやばかったです。今日5時起きです。暑さに負けない熱い思いを持って参加します。一つのことをみんなで成し遂げるみたいな。はい、旗を上げてください。よーい、はい、エリカさんお願いします。はい、はい、オッケー。最後にもう一つよろしいですか。皆様、チームアイボーです。サンキュー